カバーしやすいので分数コードの分数和音の理論、そんなのあんだっけなっていう分数コードだっけっていうあれなんだけど、まあザ・フーっていうバンドは意外と分数コードを使って、実はベースは同じルートをたどってんのに、ティボタイプラスタン Talking about my generation. ベースはだいたいこのルート、A と G。してるんだけど、ギターのピートってやつが違うハーモニーをいきなり、これをずっとジョン・エイトとは同じルートをやってんのに、ギターは ベースはこれ。上のギターの和音ハーモニーは、ここはどのルートなの、どれが本当のハーモニーなのっていうと、これはトニックドミナント、サブドミナントで基本的な、まあ、3コードのロックンロールができるんだけど、トニックね。で、サブドミナントが、ドミナントが、サブドミナントが、トニック、始まりっていうか、まあ、トニック、活力を与える、まあ、まず最初に、音に元気を与えて、ドミナント、ドミナントで解決するような理論を習うらしいんだな、音楽学校行ったやつは。で、これドミナントの代理サブなんだな、まあサブスティチュード、補欠。サブドミナント、サブドミナントなんだけど、サブドミナントとドミナントはドミナント の代理コードなのかっていうと、ドミナントの代理和音は実は多分ね、響き的にね、こう A で始まると、あ、ここか、
ルートは A と G。この下はね、で分数で、とこれは代理和音ね。E で始まる場合だと、というのはトライアド3和音で3つ出てくるドミソ、ドミソだから、基本で
1度の音で、1、3でしょ。だから、C から B、こういう構成なのか。ここっていうのは、G だから、ね。俺もまだ実はあの音階とあのコード理論については、しかも分数コードについては、まあアバウトっていうか、でっていうのはセブンスの代理として使える、セブン、あのメジャーセブン、メジャーのメジャーセブンじゃなくてメジャーのセブンスで、あの下の音がここだとすると、あのここの三角の頂点と同じ位置だとこうなんだけど、これが D に行くとメジャーセブンス、とこれ後でよく考えてあの説明するけど、デモンストレーション動画で撮ってます。マイナーセブンス。